ちょっと私ね、あのまあ、いっぱい準備するは準備ですけれども、あの何か皆さん聞きたいことがあるといつでも止まって、もう質問があれば、もし途中でちょっと無理だったら書いてあの、クエスチョンの時間でいつでも何でも来てください、このトピックだけじゃなくても何でも一緒に話したいと思います。ははいじゃあ今日は まあちょっとこのデボーションみたいにま,あまず私のじゃあこのプレゼンテーションした方がいいのーーこれまあ2年前ですけど可愛いから全然意味ないから見せたいですねこれ見ると自分が元気になりますねまあ今その男の子がもう3歳になってるんですけどいい子ですねはい あのまあ、ちょっと紹介するねちょっと私のあの、私たちが日本の中の教会をちょっと見せて、この教会があの横須賀にある教会ですね、横須賀の教会が、まあ、横須賀のベースの近い同じ写真を見せているんですね、はい、あの後ろの孫の写真。はい、であの まあ今コロナの間いろんなそれぞれやってるんですけれどもこの教会があのまあベースの人も来るしまあそして現地の横須賀の人たちもやはり隣町ので結構横須賀から救われた人多いのでそこで開拓して選挙師がやっていますとですねでこのまあこれまあ全員じゃないけど札幌の教会ですねにあの一番最後できた 頃ですがあの菅原先生とそしてあの、梶川先生、今この写真入ってないんですけど私のメッセージも疲れたから帰っちゃったかわからないけど、はい、あのもうこれ、ただのミーティングの中で、まあ、札幌の教会もあの、まあ、コロナだから全然もう今週、もう2年ぶり来ることができたんですね。 でこれ静岡のまあリーダーたちですね、写真を撮って、伊豆ですね、修繕寺ですね、もう本当その田舎ですけれども、ここで、この曲が面白いのはブラジル人が多いですね。あのやはりこの写真の中で、このブラジルとフィリピン人もいますですね、もちろん日本人もいるんですね。はいで、まあ、これ、コロナの前のユースの。 まあ大学生たちの集まりであの御殿場で YMCA で借りてだいたい毎夏ですね何か集まりをして、まあ、あのキャンプですねでこれが私たちの教会の祈祷会でもちろんコロナ前の写真ですねあの私たちも1年のスタートがいつも1週間断食祈りをしてで みんな喜んでる顔は今日は最後ですこれから食べますということで <laughs> みんな喜んでいますですねはいであのまあ私たち教会のストーリーを言うとあの、まあ、最初ちっちゃい会館借りてでそのからもっと広い会館もっと広い会館最初の10年間その形であと10年目が横浜してる人が あのシルクセンターですね山下公園の真前のんあそこでワンフロア借りて礼拝もうそこで56年間やっててその後石川町ですねもう,あのもう中華街元町もう本当横浜の古い横浜であのもうビルのワンフロア借りてでそこでもう教会どんどん成長してたんですけどまあそこに家賃もすごい高かったのをやめて10年経ってたら。 で今、館内ですね、隣の駅で館内があの日曜日があのホールを借りてるんですね、でそこで礼拝二つにしていますですね、そしてそのホールの上で、まあ、この部屋が、まあ、チャップルみたいにそ、それがいつも借りてるんですね。 でその同じビルの教会のオフィスとかやってますけれども、まあ、この部屋が私たちが p クイピングルームというですね ER というですねでそこあるんですけど、まあ、もしですねいつか横浜であのもちろん自分の教会あれば自分の教会いてくださいけどもし <laughs> あの遊びに来たらぜひ来て必ず私声をかけてくださいですねマスクつけてみてた多分顔覚えられると思います。<laughs> はい でまあ、これも、まあ、2人一緒に働いてる宣教師ですけれどもあの真ん中のはマックス・ミルトン先生ですねマックス・ミルトン先生は実はずっと北海道で宣教師をやりました実はこの聖書学もすごい関係あった人ですねジュディさんという奥さん亡くなれたんですけれども彼がエブリ・ネーション・チャーチーの,ああの札幌の教会しばらくも墓会してけど今高崎で あの僕会してるそして彼の隣はあのアメリカの選挙士クリスチャンセン先生ですねいい名前ですねクリスチャン,、ね、ンセンさんというね <laughs> ういうか彼があのあの静岡静岡市であのやってます、まあ、これがうちのエブリネーションのリーダー何人と一緒に写真撮ってますけれども特にアジアが 一番大きいですねあの一番左右側の人が中国の人ですねで中国で本当急成長しているんですね特にこの学生伝道があの、まあ、私たちがいつも目標がなるべく早いうちにその現地のリーダーたちが立つようにそして彼らがこのビジョン運んでいくようにですねで あの特に中国あの、私みたいな人いたら危ないからですね邪魔となるので結構、もこの人あのもう面白いストーリーですね。彼はあのもう学生だった大学ですねあの。そしてシャー斜面という日本違う表現を使うですねとにかく一番東、海の方でアモイい、アモいですね。 そこでで学生だったんですねそして私たちの,あの左から2番目のフィリピン系の宣教師がこの人があちこちで中国で教会を作ったんですねで今マカオで墓会しているんですねで彼がそのバストストップでその大学のバストストップでその学生と会ったんですね。 その学生とちょっと英語練習したいので英語の練習をやってで彼はマクドナルドに連れて行ったんですねものすごいたくさん食べたそうですけれどもけどもう完全無心論者ですねもう全然神を信じない共産党のずっとそれで育て論じやって論じやって論じやってそしてその間にもうそのフィリピンの宣教師が彼にあの中国語の喋ってる 電動ののメッセージのテージテプと,と本をあげたそれ持って帰ってずっと読んでずっと聞いてその人がもうこれやはり神様です救われましたですね。ねその大学終わってもうあの私たちもフィリピンの聖書学校に行ってて帰ってきたとものすごい今勢いであのその斜面も10ぐらいの教会作ってそしてそれ今もっと若いリーダーたち。 任して上海の近くでもう一度スタートして、ベイジン、あちこちでもうこの中国人が動いてるんですね、それを見ると、日本、同じようなことになると信じていきたいと思います。そして、この一人一人がそのようなストーリーがあるんですけれども、一番あの皆さんの左が、これが私たちのエブリネーションのリーダーであるスティーブン・メロー先生ですね。 彼も日本も何回も来て日本のペンテコスト教育者大会のメッセージをやったりとか、まあ、特に彼がこの今日私が教えようと思っているあの第2セッションで教えることを先生から習ったのでちょっと顔を見てちょっともう髪の毛ないけどいい人ですよとにかくあのコロナの前にちょうどわ私もう一つの担当このアジア東アジアの担当をしているんですね。だからマカオに行って がが今2つの教会が作ったんですねで面白いのはですねマカオ行ったことがある方はいるかどうか分からないんですけれどもそこであのガンブルですねほんとラスベガスみたいですでそこにもう全世界から人が来るんですねもちろん一番多いは中国人ですけれどもけどそこで働くことが多いですね でそれよ,よくフィリピンからよく来るとかパキスタンからビエトナムとかもちろんアメリカあちこちからみんなが来てるでその教会がもうまずですねもうちょっとインターナショナルっぽくでやってたんですけれどそれがちょっと入れるようにけど彼らがもう一つが隣のもう本当中国人ばっかり住んでるところでもう一つの教会作って大学の隣で。 でこれがもう2つができてるので,で先ほど言った中国に占拠した人がそこでやってますだからこのオープニングにあのカナイとこの前行きましたで香港ですねこれ香港の教会やってますですねもう香,港香港の教会があ面白いストーリーがあの先ほどその修善寺の話が出たんですね修善寺にあの英語の先生が香港まああの 英国の中国人ですね。顔がチャイニーズけど、あの喋るのはイギリス人ですね。彼がイギリスから、<coughs> あのもともと、ホンコンの人だったけど、イギリスから日本で教えたんですね。あの日本語あ。日本語じゃなくて、英語。英語ですね。あのイーズの方で。で彼がまあクリスチャンだったけれども、あそこで教会あまりないので、私たちのエブリネーションのちっちゃいエブリネーションの教会に入って、この精霊の話、初めて聞いてて。 この聖霊受けましたです、ねね、彼それ受けてそしてこのもう今日話そうと思っていることそれを切ったと彼が燃えてもうこのような学校の先生辞めたい牧師になりたいので。 でもう私たち、そうですね、日本の宣教師になるでしょうとこ、だからもうこの聖書学校に行ったんですね、フィリピンに。で、帰ってきたと、やはり香港に行って開拓しましたですね。<laughs> だからもうだから日本から送り出したといつも言ってますですね、香港がこのような教会になってる。で、まあ、もう最後の写真、この,あの人はまあ日本にいる。 時の撮った写真ですけれども、このストーリーもすごいですね。この男の子がユジロ君という子ですね。彼のお父さんお母さんがまあこの多分90年代ぐらいですね、あのロマニアに行きましたですね。ロマニアでもうお父さんそこで商売やったんですね。そして子供たちがそこでもう彼がそこで生まれたんですね。そこで生まれてあの育ってたんです。 だからロマニア語をしゃべるんですね。もうその日本語と、まあ、インターナショナルスクールに行ったので英語もしゃべるんですね。けどもうあの日本の大学に来たんですね。ICU という大学ですね。でそこで私たちアウトリーチをしていた大学で,で彼が救われたんですね。でそのまあ、東京、私も渋谷の教会もあるんですね。その渋谷の教会ずっともう弟も連れて行ったんですね。で、その二人がそこで育ててでし訓練して。 そして彼がやはり神様の導きでロマニアに戻って今ロマニアで開拓伝道しているんですねで日本,日本人の奥さんと一緒にやってるそしてその弟が今その渋谷の教会の牧師になってるところなんですねだからもう神様不思議ですねやはり昨日言ったんですけれどもやはり学生に救われると。 もう何年経ってたらすごいことになりますので皆さん頭の中に入れてくださいはい今日のデボーションに入りたいと思いますバイブルクイズをしたいですはいもう皆さんね聖書学校だからこの人の名前ちょっとカタカナの練習のために読みましょうかはい、はい、シャマオ、まあ、全部読まなくてもはい時間通るです <laughs> この10人が答え分かっている人が手を挙げてください。この10人は誰でしょう梶川先生呼びましょうか <laughs> 大丈夫私最初このようなバイブルクイズやったら全然知らなかったんですねじゃ見てもう一度見てはいじゃあ実は10人だけじゃないんですよもう2人が言ったんですね。 ああよかった分かったねはいイエス様の弟子たちの名前だったねじゃないですよはいあのこれを見ると分かるんですねもうこの10人が誰も覚えてないけどその10人の仲間の2人が誰でもしてるということなんですねまあ皆さんこれ一つの 説教のやり方もしましょう、ね、これやるとみんなが「ね、説教論」がこれ一つでしょう普通教会の中でそれ言わないけど皆さんがこのテクニックも一つ大事ですねやはりメッセージをするとやはりそのメッセージの最初に今みたいに、まあ、ちょっと私長かったけど親しくなるようにいろんな 写真とか家族の話をやると、その後であなた方がちょっとこの話入るように。このようなまあ、いろんなことを考えたら、それで説教の楽しいことですね。みんなの中で上えきですね。の、ま、はあ、はい、戻りますね。けど、この10人を見ると誰も覚えてないけど、この2人が入れたら覚えます。ですねで。今日。そのことについて話していきたいと思う。思 レボーションで、まあ,あの後でヨシュアに行きますけど今日特にこのカレブカレブのところから一緒に見たいと思いますですねあの昨日のもう3つの鍵覚えていきましょう神様があなたに召されたことを知るそして神様があなたに召されたことを行う そして神様があなたに長い間召されていることを行い続けるということですね。昨日それやってて。で、実は聖書の中で成功している人がだ。大体いいみんなそのことをずっとやってました。ね、まあ,あの、昨日もう一度復習しますけれども、神様はどんなことに呼ばれているんでしょうか。あなたの道、あなたのウェイは。 どこでしょうか？っていうことですね。あのまあ私よくこの例を使うんですね。主が私たちを。作られてくださったんですね。私たち神様の作品です。ね。例えばこの作品が作られた。その作品がふさわしい道で歩んでるとやってると、そのものが本当役に立てになります、ね。 例えばですね、もうここで変な絵が置いてあるんですけれども、フォーク,、ね、ォークは素晴らしいものですね、もう肉を刺すとか、ね、で、そのサラダを食べるとか、本当、フォークがあるといいですね。けれども、スープでフォークを使って食べると、結構時間かかるんですね。でまあ まあバカですねねと <laughs> ということ、ね、だから私言いたいことは何の道であるかその真ん中で歩んでると自分が役割ちゃんとなりますけど自分がもう全然読んでないことをやってるともう食べられるけど何かするかもしれないけどあなたが本当に。 と無駄なことをやっている可能性が大きいのでこれを覚えてくださいねまあ昨日のお話を続けるけれどもまあこれ特にこれから皆さんミニストリーもっともっとやるのでそれを覚えてくださいあなた自身あなたが導いているかあの応援してる教会かやはりその場所の役割その教会の役割自分自身の役割なんだろうともちろん 時間が経てば経てるほど神様をもっと広げていろんなことをさせるかもしれないけど主があなたの体の中にあることを一生懸命やりましょうということですね。はい、今日あの、ミンスキー13章と14章ちょっとデボーションしていきたいと思いますですねあの。このカレブの話皆さん覚えてるんですね。ちょっと復習しましょう。 あのモーセイもうその奴隷の皆さんエジプトから連れて行きましたカレブがその一人だったそれを覚えましょうタレブカレブも若い時が多分その奴隷の生活をちゃんとやってましたですねで彼の目でそのいろんな災いを見ましたですね そして彼の目でその杉越の祭りも見たんです。そして彼の目でやはりエジプトのパラオたちが追いかけられた自分の前の公開があってそして神様の奇跡をれ開けてその公開を越えました、ね。それを覚えてください。彼ここで新しい人物ではないですね。ヨシワとモーセーとずっと付き合ってた人ですね。 そしてあの先ほど言ったんですけれどもとうとうその約束国に行きましたですね。でそれがあのカレブにすごい大事な役割があります。じゃあまず聖書を読みしましょう。じゃあ皆さん声を出して「民記の,の14二24節です。はい、ただし 特に今日のデボーション、この二つの言葉ですね。誓った心ですね。A different spirit。そしてもう一つは、もうこの従い通した。ね、He followed me fully。英語これもっとはっきり出てくる。もう思い切って私に従いましたということですね。はい、じゃあ、もう彼の中このこう違った心。 まあ先ほど言ったの住人と比べるとやっぱり誓った心ですねそしてあのそれを覚えるためにちょっと皆さんまあ歴史が全部覚えていると思いますですねイスラエル人がやっと航海を越えてでそこで神様彼らがいろんな訓練しましたですねまあこれを見ると分かるですねこの公開、まあ 学者たちこの形に行ったんじゃないんですかとと,とうとう紫外山行って紫外山でね10回もらってモセの幕屋を作られたそしてもうその間にいろんな試練を取りましたですね神様は彼らの中でもう2年間書いてありますですね本当この、まあ、地図戻りますけどこのエジプトからカナンに行くとそんなに2年かかるわけではないですね イスラエルに行ったことがある方は分かるんですね。本当、あのもう車だったらもう数時間だけですよ。彼ら歩いてたら直接、まあ、海側で行ってたら本当数週間ぐらいですね。行ってたと思うんですね。けど神様が急いでないですね。まず、この奴隷の皆さんがやはり解放して、このカナンを取れるような軍勢に。 なななならなければならないですね神様が最初この2年間彼らをもう,もうトレーニングをやりましたまあ後でこの言葉出ますのであの言いますけどこの間にもう神様が彼が定められましたですね「He established them、ね」「自分たちはどのものか奴隷じゃないよ私の子孫ですよあなたがパロが支配されているものじゃなくて私の子供ですよ」とかやっぱり 人格ままで変えろうとしてましてたです、ね、そしてそれだけじゃなくて捉えられたんですね。何だっけトト日本語が出ないね。整えられました <laughs>、ね He equipped them. ね。彼ができるようにいろんなあの働きができるようにノウハウもあるように技術もできるようにそして戦うこともできるようにエクイッピングをちゃんとやりましたですね。 そしてそれだけじゃなくてエンパワーもですねやはりあの力と権限も与えられましたですねもうこのやはりシナ内座に行ってもう本当私たちの聖霊バプティズムと同じくらいに神様と出会いましたですねそしてもう孟セの,の中にいる聖霊様それぞれのリーダーの上に注いでってもう本当みんな同じ権限を持ってこれから戦いに行きますとそして 先ほどのジュニンとカラブとヨシュワをやはりこの約束国を見に行きましょうと言ったんですね。考えてください。その最初見せたジュニンの名前が実はあのイスラエルの何十万人もしかして何百万人の中で一番イリットの人だったんですよ。それぞれの部族の一番のチャンピオンみたいな人を選びなさいと言った。 ね、だからみんながただ弱い虫じゃなくて本当強いリーダーだったんですよ。もう多分戦いもやったことあったしすっごいもうその評判も多いしもう見るともうリーダーだと思ったんですねだからこの12人が一緒に集まってでよし申セがその国見に行きなさいとで行ったんですね。 話覚えてるでしょうね,ね帰ってきてこのねもう自分で運ぶあの葡萄とかその,あの実いっぱい持ってきたとかもうそうい発表しましたですねなんと素敵な国ですもうすっごい植物いっぱいあるしもう果物いっぱいあるですよ本当私たちもすっごい素敵なところをが用意してますそれが皆さんみんながあもう国民それ聞いてワクワクワクしてるんですね けれどもと言ったんですね。それ、そのけれども、そのしかし、ばとか、それが私たちに気をつけないといけないんですね。その言葉を通してですね、もう国全体ダメになっちゃったんですよ。彼らはこれ、けれども、ね。けれども、じゃあ何と言ってね、じゃあ私を言うより、27節、29節まで一緒に読んでください。はい。彼らは模型につけていった。私たたちはあなたに はい、もう彼らがもう無理です、ねまあ、別の歌詞あの読み続けれないんですけど書いてあるの私たちはただのバッタみたいなものです彼らがジャイアント私たちも彼ら勝つわけではない無理ですけど30節を見るとこのカレブが立つんですね覚えておいて違った霊を持ってたカレブね 違った例というのは聖霊ですねそ。その意味なんですよ。違った例は聖霊です。彼が聖霊に満たされて、彼がこの言葉を言ったんですね、その時に彼がモーセの前で、あの、鎮まっていた。みんな閉まれなさい。もうビークァイヤー、シャラと言ったんですね。もうあなたたちが言ってること、みんな来てるよあなたの悪いあの言葉を通して、みんなの信号、 なくなってるよなんか彼の違った例を持っていったので私たちは是非とも上がっていってそこで私たちがこの国取りましょうなぜか必ずそれができるからです、ね、これが英語で私大好きないつも自分にあの言葉言っています We are well able 一緒に行ってくださいますか英語の練習でいいですよ。はい、We are well able。もう一回。We are well able、ね。これが私の中で一つのよく使っているスローゲン。ね、We、私たち、一人じゃないよ。We、なぜ able であるか、神様が共にいるからですね。31節読みましょう。し、はい、しかし彼らが じゃ声を出してはい、しかし彼らと一緒に上がっていった者たちは言った私たちはあなたのためにはい、日本語で「攻めのぼらない」とかいてあるんですけれども英語の聖書「We are not able ね」ね逆のことを言ってあるんですね「We are more than able か ?We are not able」 やはりこのカレボーを持ってた誓った例がこうですね。We are able と思っていましたですね。先ほど話したですね。神様があなたに召されたことを行う。イスラエルみんな分かった。カデシバネヤナ来たんです。その川の向こうに行ったら約束国がある。ね。 盲星のもらった約束が実は盲星じゃないよ。アブラハムの時代からですね。これが私たちのために神様が用意している国です。これが神様のビジョンです。彼らの道分かった。一番成功しました。だいたいクリスチャン一番みんな成功している。道が分かってます。で、人生の戦いがこの2番ですね。 それを行うすることができます。まあ、英語しか書いてないんですけど、質問しますですね。We are well able or we are unable という戦いですね。ねそれ、心によく入り込んでいきましょう、ねで。その答えが、やはり信仰ですね。信仰です。信仰はやはり 自分ができないんですけれども私の中にいるお方私を応援しているお方ができますということを信じるですねでただ言うだけじゃなくてその上に歩くように始まるんですねで彼がそのような人だったんですねできるよできるよと言ったんですね もうそして彼の言葉、もう一度みんなに言ったら、なんとかみんな心を変えようとして、これももう一度読みしましょう。はい、もし私たちが主の御心にかなれば。 彼が最後までですね行きましょう行きましょう行きましょうけれどもやはり住人の話みんな聞いてましたでみんながダメダメダメもうモせ何やってるか私たちこの怖いところに導いたんだねもう反抗しましたですねで神様がそれを見て皆さんストーリー覚えてるの怒ってたでお前たちが絶対行かないですもう あなたの子供が生きますけどあなたがみんな死ぬまで本当2年間だけのあらの経験だったんですけれどもそれプラス38年間に伸ばすようにしましたです、ね、残念ですねと言ったんですねけれどもその中で神様がみんなその命令した時ですねあんたたち行かないよと言った時でわざわざ カレブにこのことは言いました。二十四節読んでください。はい、どうぞ。ただし、私のしもべ、カレブは。はい、もう神様が、やはりこのカレブの心を見てましたですね。まあ、先ほど言ったことはもう一度言いますですね。 誓った心を持っていった。誓った心を持っていった。だからその,その今日のデボーション、それのもう覚えてください。私の心も誓った心ですと思ってほしいですね。そして従い通した。He followed him fully ですね。もうこれがあの長い間続けていくと、まあ、昨日質問、この忍耐についてですね。 質問が出ましたですね。それは忍耐ですね。続けて、続けて、続けて、それがやると、もう思い切って、やはり神様しかいないんだということを忘れないでくださいですね。はい。もう、あの、最後のポイント、ありましたですね、昨日。ね、今日、もう少しこの詳しく説明しますですね。神様があなたに長い間、見されている、 ことを行い続けるんです、ね、まあ次がカレブが出てくるのはヨシワキですね。ヨシワキーのまあ14章にやっと出てきます,です、ね。その間何があったか復習しましょう。40年間ねもうイスラエル人がもわってもわってもわってですね。どどどどんどんどんん その最初の世代の人たちが死にました私もう聖書書いてないんですけれども私がカレブだったら嫌 <laughs> だでね私のせいじゃないのにそれ考えたことはありますかうまくいかなかったのは私のせいじゃないのに父だったんですよ誰々さんだったよ私関係ないので よく奥さんたちが私この人結婚したからしょうがないですよと言うね大体旦那さんそう言わないけど奥さんがよく言うですねけどそれが彼はが絶対その戦いがあったんですねけれども聖書書いてあるのはもう「フ w ロー me フォーリー」誓った心を持っていました彼がその苦い心を持ってなかったんですねやはり最後まで 思い切って神様についてきますでその間にもちろん彼がそのもらった約束ずっとキープしましたですねけどちょっと考えてねあの時40歳だったんですねそして何年経って何年経って何年経って私今65歳ですねもう64と思ったでしょはい65ですねはい <laughs> その65歳で,す、ね、であのやはり考えるとですねこの年になったらまだまだまだ何も自分が主から耐えられたことをまだ見てないんだとかで80近くまで行ったんですねまだ,まだ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 ということですねけど何か聖書の中でよくあるテーマですね「モセもそうでしょう」。 アブラハムもそうでしょうイサクもそうでしょうねあのよくあるんですね「待つ待つ待つ神様それ大好きですね」<laughs> まあ昨日言ったようにやはり頼るようにですねなのに信じますということねまあとにかくもうあのやっと行くところはありましたまあ彼が最初ですねあんまり吉オの最初の方出てないんですね これもちょっと考えたですね。ヨシュアが一番トップになったんですね。彼は、私は <laughs> と思ったかもしれないけど何もそう書いてないですね。けれども、やっとこの14章に行くと彼一生懸命戦っていることも書いてありましたね。だから、ヨシュアと同じ時期、ヨルデン川を渡りました。アメンもうその約束国に入った約束ができた。 そこが一番嬉しかったのは彼夫人もそうだったと思うんですよね。で、それが入ったんですね。で、その数日後ですね、エリコも終わって、絶対彼がそのユダ部族の中でそれの一緒に入って、その7日,日,、ま、日目でラッパー、ふーやったと、城壁がパー倒れた。それ、彼が見えたんです。興奮してるんですね。 もういいろんな戦いに行きまましたです、ね、対応が止まってもうそのすごい大勝利を見たとかそしてとうとうちょっと落ち着いた後、とこの14章が出るんですね彼が自分の、まあ、ちょっと先輩ですけどすごい仲間ですねヨシオのところに来ましたでこれが彼自身の言葉読みましょう7節ですねはい衆の下部モーセがこの地に もう一度出てきたんですね。主に従い通し,しました。はい、ホーリーファロー。それがあのミドルネームぐらいですね。ホーリーファロー、ホーリーファロー、ケラブですね。もうよくやったんですね。9節もう一度一緒に読みましょう。はい。そこで、その日、モーセを誓った。あなたの足が。 この言葉大切と思いますか。従い通した、司会し通したで、あなたが従い通したからこの約束が成就します。というのはこの40年間、カレブがずっと神様に従っていましたです、ね。昨日言ったこと覚えてますかもう一度言いますね。人生の一番の目標はゴールではなくて。 人生の一番幸せになるのは神を知ることです。あアメンですかですからもうその道の中に入ってたら衆の一番完全な御心の真ん中にいるとあなたは幸せです。本当の幸せですよ。私がこの準備した時モーセのことを考えてましたですね。もセ入られなかった。 一番多分人間的に考えると入りたかったのは申セイですね。で最後書いてあるでしょ。神様がもう山の上に連れて行きましたですね。申セイ、もうこの全部見てごらんなさい。これが約束国ですとか。イスラエル行ったことがある方々わ分かるんですけど、本当にヨルデン側の向こう側で高い山があるんですねで。その山からイスラエルが全部見えるんですね。でそこで、 もう猛省が、ああ、残念、私、行かれないと、私、そう思ってないんです。なぜか、その約束、国を見するけど目を見て、上を見たと、神様、永遠の神様、いるんだ、この約束、国はいらん、あなたのところに行けるんだと、わかりますか、まあ、私の想像ですけれども、けど、実は私たち、いつでも目をあげたら、そのことですよ。 どんなに右左が大変試練の真ん中でそこで心静まって上を見て神がいるんだということが見えますので素晴らしいですねそれが思い切って従い取ったということですねそして、まあ、10節もう一度読みしますはいどうぞ今グラン通りリー州がこのことをモーセにつけられたから 彼がこの最後85歳ですね彼がこの世にいた、まあ、今時間のであんまり読まないけど12節書いてあるのはね私が欲しいのは一番難しいところですヘブロンが欲しいですで別の箇所に書いてありますけれどもヘブロンがそこアナク人がいるんですねジャイアントがで、ね、一番最初その最初のスパイの皆さん怖がってた人たちが 40年間彼も考えてました。ですね私、あのところ行きたい。その一番みんな怖がっているところを行きたいです。そこで戦いたいです。でそれ行って大勝利を得ましたですね。ヘブロン。私、ヘブロン行ったことありますですね。で、そのヘブロンのもう一つの有名なことが皆さん、ね、聖書学者の皆さん知っているでしょう。ヘブロンは何があったかそこでアブラハムとサラとお墓があったんです。 イスラエル人これアメリカ人があまり分からないけど日本人が分かるんですねそこでこのヘブルの一番私たちの先祖のお墓があるんですよだからそのお墓のところ私取りたいなぜかこれが取ってたら本当の約束国が私たちのものとなりますよとでまあ長い話短くしますけれども彼はそこ行って全部それを取って そして彼の子孫全部そのヘブロンの辺りで自分のものとなりましたですねまあ終わりにしますけれどももうこの14節ですねそれでヘブロンはあの何ですかケネアズ人エフナーズなんとかんとかんとかとにかく今日もそうであるそれは彼がイスラエルの神何と書いてある衆に従い通したからですと書いてあるんですねもう もうあのこの言葉で頭によく入ってください。今日のデボーション、そのことですね。神様、I want to follow you fully ですね。そしてそうすると、従い通していきたいと思います。はい、ひと言お祈りします。天皇と様従い通す。本当はあなたについていくことができますように、助けてください。今日、このカレブの話を見ると、もうやはり。 何回も文句言う可能性ありましたあなたから離れることがいつでもできたかもしれないけどしなかったこと感謝します私たちも昨日も昨日やっぱりアブラハム今日このカレブを考えてやはり長く長く続けられるように私たちを使ってくださいみんなによって祈りますアーメンはいありがとうございますちょっと長くなりましたすいませんはい、はい、では 始めたいいと思いますあの今日のセッションがあの第2のセッションがもあの昨日と同じようにもう少し実際的にいきたいと思いますですね。まあ、今日は、まあ、ちょっと復習するためにこの5つの柱ということが昨日出ましたですね。でこのあの昨日 家内と電話で話でして昨日何を教えたかと言ったとやはりこの、まあ、5つの柱の話一緒にやりましたとでやはり一緒に交わった時が、まあ、特に若いリーダーがこの家内がこの基準もう本当それはっきり分かったらですねスタンダード価値観分かってたらどれほど人生が 楽なるとということですねで先ほど言ったようにあなたはフォークじゃないよスプーンですよでこの教会はスプーンですよ一緒にスプーンやりたいだったらいいですねけどあなたのやはり主から与えられた役割がフォークだったらフォークの教会を紹介しましょうとかそれ,それもあるんですねだからあの是非昨日の話もう一度ちょっと頭の中で 神様私たちの教会あんまりそれはっきりしてないなと思ってたらはっきりするとすごい助かりますですね。あの私数年間あの、まあ、全国の,あの活動会長をやったことがあったんですね。でそのグループがやはり他のの、まあ、私たち毎年この JPF というグループですね。 毎年大会すするんで,すでその JPF は何のためにやってるのかともう50何年前で先輩の僕たちが作ったグループですねだから私がリーダーした時ですねもう全部の全国の僕たち20人ぐらいのあの上地員が集まりましたですねでもう1日半でもう一度自分たちの歴史を見てそして やはり私たち本当、衆の使命は何でしょう、この,この,このねグループの使命は何でしょうと、もう一度私たちのスローゲン作り直した、そして私たちこのグループの,あの大切な基準は何でしょうと、それ、全部きれいにレストアップしましたですね。 あのまあ、今、私全然、ただその序二の一人になってるんですけど、新しい院長、私よりずっと優れてる人がずっとやってますけれども、けどやはり何かこうや,めやりましょう、これやりましょう、これやりましょうというと、そのフィルター出すことができるんですね。あ私たちがこのために主に召されてるので、これだったらやります。これや これだったら私たちではないので他のまあいろんなあの大会があるので彼らがそうすべきですねとかすごいそれを助けられましたですねで皆さん自分の,あの教会かオーガニゼーション分からないんですけれどもスモーグループでもそうですよね夫婦でもですね自分の家族もそうですよ私たちの価値観がこうですと。 それが子供育てるも助けられますね。はい、それをかなり皆さんに伝えてくださいです。今日私があのこの弟子作りということですね、まあ、先ほど私たちの価値観の中で柱一つはこのディサイプルシップというテーマですね。ちょっとあの皆さんの中でこのディサイプルシップですね。弟子訓練。 っていう表現を聞いたらど、どどの思いが来るんですか。誰でもいいですけど。よし、組んいいイメージですか。ちょっと怖いイメージです。怖いイメージ持ってる人であげてください。はい。考えたことない人であげてください。<laughs> あの。まあ、日本のクリスチャンの、まあ、特に私の時代の歴史ですね。この40年前が。 この弟子訓練という表現をよく使ってましたですねそしてもうすすっごいい厳しいですねあの、まあ、私たちの教会もそうだったんですねこの「特訓生」という表現を使ってたんですね特訓生で特訓生が朝一番早く起きてジョギングをやってちょっとスパルタみたいですね教会のお掃除をして そしてもう一晩私しばらくそのような生活をやってました、特訓であのどうしてアメリカそのような表現を取っちゃったか分からないけどハワイでよく使ってたんです。ねもうなんといったのいつも疲れた寝不足、もうこのクリスチャンなんというのは義務。とかかねだから 弟子訓練という荒木になってしまいましたです、ね、怖いなぜか大体弟子訓練上の人が叱れる励ますということじゃなくて叱れることが多かったんです今日伝道しましたかちゃんと祈りましたか断食ちゃんとあんたがミルク飲んだでしょ水だけじゃないんじゃんとかそのことがよくありました皆さんそのような教会の中で住んだかどうか分からないんですけれども。 今でもあるんですけれどもけど40年前がもう私たちの日本の教会すっごい多かったですねですからどうちていうとやはりここまで人間そうですねもう統計みたいにティックこういったら逆までいくんですよトックだからあんまりディサイプシップをしませんという時代あったんですねみんな好きなことやっていいよ政治を読みたい 読んで読みたくない読まなくてもいいよ。恵恵恵みみみですねもちろんそれは「恵」ですけど弟子訓練はイイエス様のアイディアデですねだから私たちこの「弟子作り」という表現を使うより何かカタカナを使っているんですねディサイプルシップというようになったんですね。 まあ、みんな分からないところはいけるけどちょっと柔らかくなるんですねディサイプルシップ <laughs>、ね、だからそれがよく私たち使ってますですねまあディサイプルシップは何ですかやはりあのまあこの表現がディサイプルディサイプルがまあ弟子ですねである面ってちょっとこう考える弟子があるものである,ある面で友達です 関係を持ってる人です。あとで何回も出るので言います,ですね。Discipleship is relationship.、ね、人間関係は Discipleship です。今お母さんがすごい良いい Disciple していますね。先ほどお父さん Discipleship をやりました。それは Disciple ですよ。もう。 そしてこのディサイプルスで英語で ship ですね。ディサイプル、ship、ship はその condition、その、もうその、なんだっけあの、読んでください。漢字が出ない私。はい、そのことです。はい。その condition ですね。だからこの relationship、friendship の存在です。それ考えると、 ディサイプルシップの怖いということが消えていくと思いますですね。 やはり一番ディサイプルシップを見せているのはイエス様ですね。もうイエス様がガレリコでもう歩いてて2人の兄弟を見ましたですね。その2人がちょうどその時であの釣りをやっていましたですね。そして19節で私についてなきなさいと。そしてあなた方を人間を取る漁師とあにしてあげようと言ったんですね。そして彼が雨を捨ててイエス様に従って行きましたと。よく皆さんしている表現ですね。 まあガラリコに行ったら、本当素敵な湖ですね、まあ、誰が滋賀,滋賀県の話だけね、滋賀県の琵琶湖と同じサイズですね。でそこを行って、本当綺麗なところですね、水が綺麗で、その中で本当、魚ですね、大きい魚がい,いますですね。でそれが網をやって、やってた二人を見て、あのついてきて、私についてきて。 そしてあなたが人間をトりロしにしますと言ったんですね。まず何かサインアップしましょう。何かこのクラスをやってから私の弟子になりましょうとか。ただ、なんと言ったついてこい。英語でフォローミー。ね、あの私、日本語の表現大好きですね。彼の背中を見て、 育て,ました育てられましたねそれがあの私の若いリーダーがこの前 <laughs> そのことを言ってくれたんですねスコット先生の背中を見ながら育ていきましたで私もっと姿勢やってやるです <laughs> この曲がってる私のにと思ったねけど皆さんそうですよ自分のことを考えるですね18歳で大学に行って その時でその牧師が大学の中で連動してるんですねで大体ですね毎週何回彼がそこ行って私一緒に昼食べたんですでそこで彼が聖書を出していろんな教えてくれたで一緒に祈ったあの人すっごい祈る人だったので私あやはりクリスチャンが祈る人になるんですねとで彼が家に連れて帰る で奥さんすごい仲良くしてるんですねで奥さんいつも料理をすくって楽しい冗談笑ってそれを見てあクリスチャンがこのようなホスピタリティですねもてなしやるんですねとかもう人を食べさせると楽しいことをやるとそしてしゃべりながらもいろんな話でそしてヒュッ何か聖書の大事な私の必要なことヒュッ入れてあ 何かバイブルスタリーもあるんだけど一番やっぱり届くのはあのような「シュッ!」ですねとかだからこのように育てられたで育てられてる間にもう彼と一緒にじゃあスコットが今日何か好み言葉についてどう思ってるかみんなにシェアしてくださいとで「はいはいはい」でシェアしましたで終わったら「あの世に行ったとみんな分からなかったよ」とか「もうダメダメダメ」と言わなかったんですね まあとにかく今彼が私あなたも弟子訓練してるぞとか一回も言ったことなかったね,ねあの時あまりみんなディサイプルシップという表現分からなかった後で日本からこの特訓性という思いが来たから私たちの教会それを掴んでちょっと厳しくなったねまあポイントはイエス様が 私についていきなさいとこのディサイプルシェフ、もう一つ怖いことは、これ本当に恐ろしいですね。自分が自分の弟子を作る。皆さん、あなたが弟子がないですよ。あなたは弟子です。私たちがついていっているのはイエス様です。私たちはイエス・キリストの弟子です。 リーダーとかその前で行ってる人がいるんですけれどもけれどもいつもいつもポイント・トゥ・ジーザーズですねクラーク博士いつもこう立ってるんでしょうね立てるでしょうクラークで、ね、覚えてたらねねねっのためにビー・アンビッシュス・ボイズと言ってるねだから私たちがやはりそれが弟子訓練 Look at Jesus! ということですね。だからイエス様が Follow me! と言ったんですね。これが一番ですね。もうついていくイエスとの関係です、ね。だから聖書を読みましょう。だから祈りましょう。だからある面で断食する必要がありますよ。イエス様はそう言ったからです。だから私たちが人を大切にします。イエス様はそう言ったからです。 私がいたんじゃなくて、イエス様ですね。だから、ついていくイエスとの関係が、皆さん、ディサイプルシップが本当にシンプルに戻り,戻りましょう。イエス様についていこうということですね。で、まあ、その中で2番目出てくる、同じ歌詞ですね。人をですね、人間を劣る漁師にしてあげようと言ったんですね。もうイエス様何と言ったやっぱり、やはり、何をすべき私たちですね。 何が私たちの目的やはりこの人間を取るですね。というのは、あの、ガラディに行ったんですねあの。あの、パンデミックの前に教会ツアーに行ってで、ちょうどガイドさんと一緒にガラディ校で座ってましたですね。で、その座っている私たち国事側で彼がいろんな教えててで、ちょうど後ろで船が出てて、で、その人たちが、 今でもですね、二十何十年でこの釣りやってましたですね。で、本当、撮ったんですね。だから、先生、なんて言ったか全然覚えてないけど、このシーンを見たんですね。やはり、イエス様と同じことですね。私と一緒に釣りに行きましょうと言った。で、それが弟子ですね。ただ、何か自分、成人になる、成熟する、それ一つ。 けどその目的があなたが人間を通る漁師になるんです。というのは最初からですね、イエス様がこの私たちあまり言いたくない言葉で言っるんでしょ、電動好きじゃない人もいるんですね。大好きな人もいるんです。けどやはり人が救われるのはイエス様のビギストビギストビギスト目的だったんですよ。 そのためにこのように来てたんです。人が救われるように、人が完全な純粋、素晴らしい人間になるように、それが一つの結果ですけど、それより、イエス様を知らない人たちが知ることができるようになりますですね。だから、この伝える、最初の言葉を覚えて、私たちこの3つの「つ」言ってた、ついていく。そしてここで、 伝えるという表現を使いますですね。イエスを知れない周りあのその人たちとの関係ですね。で、まあ、今日、あまあ、今回話せるかどうかわからないけど、このエンゲージについてね、ノンクリスチャンと会うことはどれほど大切です、ね、あの昨日言ったでしょ私、クリスチャンになって、 すぐ聖書学行きたかったんですね。けど牧師と父がそうじゃないようにと。で、その牧師一つ大きな目標は、聖書学を行ったらもったいないです。後で行ったらいいけど、今、あなた一番燃えてる時、やはり人が一番救われた習慣一番伝道したいです、ね。なぜか、ほとんどの友達みんなのんクりしちゃうんです。でしょ 皆さんもそうだったかもしれない私もそうだったねもう教会も毎週新しい人を連れていったんです、ね、もう自分の家族も連れていったもう自分の父の,かあの教会から連れてってもダメだったけど <laughs> 連れて行きましたもうこの精霊受け入れるよとかもうそしてあの大学の私生物の勉強したそして一緒のそのシンどれほどバカとやっと分かったら一緒に行きましょうとか。 もうたくさん救われたんですね,ね。けど時間が立場立ちほど立場立ちほどどうなるのやはり友達みんなクリスチャンです、ね。だから思い切ってノンクリスチャン会いましょうというそのような場面が作らなければ自然に私たちクリスチャンだらけといるんですね。まあ、ある面で皆さんもう ちょっとイライラしてほしいですね,ね。この聖書学校にいるでしょう。ね、普通あの、コロナがないとき、もっと外に行っていっぱいやってるけどね、けどコロナだからここに入り込んでるとか、もっと外行きたい、もっとどんくりして会いたいという気分が持ってほしいですね,ね。けど神様はわざわざあなた方のためにこれを用意してくださったこと、を感謝します。 けれどもやはり、ノンクリスチャンもっと会いたいということが、後でもとで説明しますけれども、これがあのメガネをやっている一番前にいるのは、本当、今回彼が連れていた私よりずっと面白いですが、これ、ジョナサンという人ですね、彼うちの教会のまあ私たちにとってこれほど大事なので、ディサイポシップパスタ p ですね、フ u l l t i で、 彼が私たちの教会の中で、このでサイコロシップしか考えてない人です。ね、だから彼がここを教えたら、もっと美味しい、あの、美味しいと、もっと面白いですね。まあ、とにかく彼すごい、これがよくやっているんですね。まあ、彼と、この右のホワインの子ですけれども。そして、その隣が、南アフリカの、この3人のクリスチャンが。もう、この3人ノンクリスチャンと、ずっと会ってるんです。 でそれ、どん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 この3人もイエス様が信じるようになりましたです、ね。だから、なんとか私が、もしかしたら私自身がそのノンクリスチャン、アウチャンスないけれども、けどあなたが当てるかもしれない。じゃあ、一緒に私の白い顔を使ってください。<laughs> まあ英語上手なので使ってくださいとか。だから、一緒にやって伝道できるんですね。だから、あなたたということが大事です。我々が伝道する。 1> 私、一人じゃなくて一緒にできるのは、ティームエヴァンジェリズムが、そしたらもっと楽しいでしょう。で、なぜかこのノンクリスチャン3人が、1人だけクリスチャンだったら3人ノンクリスチャンがいると、あんまり分からないけど、その3人の会話、はやってるとあの、その3人の行動を見て、やはり有利ですね、そっちに流れていくことがありますね。はい もうあのまあ、先ほど言ったですね、人の子は失われた人を探し救うために来たので、やはりこれ、イエス様の御心です。そしてあの、人間を取る漁師にしてあげようと。けど、面白いのは、これがあの弟子があのマッタイ読んだ、ヨハネ読んだ、ペトロ 読んだ、アンドル読んだ、もう12人ほど読みましたですね。その仲間に入れたんです。ね、ただ私だけじゃないよ。仲間にも呼ばれてるこれが弟子,弟子訓練の大切ですね。やはりグループと一緒に育って,ていくのは大切です。そのクリスチャンの仲間と共にとても大事ですね。まあ、これが 何年前ですけど写真がねこのジョナソンがあの導いているグループですねアメリカ人の一人がいるんですけれどもやはりこの子たちとずっと一緒にいるんですね毎週ミーティングだけじゃなくて一緒に遊んだり一緒に食事したりもう今いつもメッセージを送ったりとかディサイプルシップはただ一つのミーティングではなくてやはりもう1日もう24時間 いつでも自然、友達関係ですね。だからこれを通してこのスモーグループが一緒にやっています。もう首都行動で2四42節ですけどね、人が救われると、やはり彼らがもう生徒たちの教えにかたくももり、交わりをし、パンをさっき祈りをしたですね。だから、クリスチャンがやっぱり一緒に集まると一緒にやるのはとても大事です。だからこの3つのこともう一もいますですね。 ディサイプ l シップ is relationship ということですねで。その relationship は、まず神様との関係です。そして、まあ、ちゃんと出るんですね。はい、神様との関係です。で、これがやはり神様の人々との関係です。そして、やはりその lost people ですね、失われてる人々との関係です。 大事な言葉は関係ですね。もうこれが神の心です。What is God's heart? まあ先ほど読みましたですね。もうあの弟子を作るですね。最後のイエス様の命令書を読みましょう。はい。それゆえ、あなた方をいてあらゆる国の人々の弟子としなさい。そして父子、精霊の皆によってバプティズムを授け。 アーメンね、で20節、はい、また私があなた方に命じたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わるまでいつもあなた方と共にいます。アーメン皆さん。やはりこの弟子を作るのは大切と思ってるでしょうね。じゃあ次が、how。ね。how to。 これが大事ですね。で私たちのこのちっちゃいあのシンプルの,あのグラフを作りましたチャートね私たちの教会この4つの「E」を言うんですねでこれを見るとあの一番紫からスタートするんですねこれが弟子作りの始まりですまずですね関係を作る 英語で engage というんですね、あのそれをやはり彼らの社会に行くということです。まあ、私これ、いつもこの例を使うんですね。橋。橋を作らないといけないです。私たちクリスチャンが、やはりこの御国の側にいるんですね。けど、やはりわざと橋を作る必要があるんですね。 あの私たちその和解の務めが与えられていると聖書書いてあるんですね。The Ministry of Reconciliation。そのイエス様自身が天からこのところまで橋を作って、天から来て私たちに作られるんですね。だから私たちノンクリスチャンのところに橋を作らなければならない。で、私たちそれをするためにいろんなアイディアがあるんですね。もちろん大会、伝道集会とかいろいろやるんですけれども。けど あんまり結果的にうまくいいかないんです、ねまあ国によって違うんですけれども私この日本はねいろんな大会やると、まあ、悪いわけないけどけど最初だったらあんまり人来ないんですねいきなり行かないもうあとで何か人間関係ができたら大会とかいいですけれどもけどやはり何よりもまずこの友達作るんですね 家内があの、まあ、あ日曜日一緒に礼拝、エブリネイシチャーチに来ますので、その人たちが会えるんですけれども、家内がおしゃれですね。私と全然違うですね。もう本当、ファッションが大好きですね。で彼女があのネイルが大好きですね。で、彼女がもうあの何週間ごとにネイルに行くんです、今でも。 綺麗にですね私文句言わない綺麗だからね。はい、で、もうあのそのネイルやってる人、韓国系の、韓国人ですね、日本に住んでる韓国人、う,うなちゃんという人ですね。で、その人がずっとやってて、もう何年間行ってる。で、家内がもういろんな話やりながら、もうどんどん友達になったけど、で、神様が心の中で、あなた、彼女に。 もう本当によいためですけど伝道してないですねでそのネイルにやはりうちのもう一人のリーダーの奥さんも置いてるスタッフの一人も置いてるんですねそしてあのもうみんな彼女のところすごいつながりができたんですで家内がもう祈ってたんですねもう神様私がやはりもう一つのステップをしないといけないねただ友達だけじゃなくてまずその関係が長年作った けどやはり友達になるので彼女が実はねえ、うなさん、私があなた知らなかったけど私、クリスチャンですね。で実は私の夫は牧師ですとかで彼女は、へえびっくりしたんですね。で私、長年いてるのはもう初めていたんですかとちょっと責めたかったけど責めませんでしたねで。彼女はそうですかとか。ね、家内が もし、ね、うなさんがやっぱり人生の中、いつも話聞いているんですね、いろんなことあるので、よければ一緒に本を読みませんかと、で、リック・ウォーレン先生のなんとか言いつ,つ目的の本があるでしょう。で、その本、持ってきたんですね、これ、プレゼントをあげて、で、まあ、時々お茶飲みながら、一緒ずつ読んで、私ともう一人、ゆうかちゃんと一緒に、3人で、教会の友達ね。 で彼女の友達ので会いましょうかで女の人は一緒にお茶飲みながらコーヒー飲みながら楽しいですねでけど彼女はこう言ったんですね実は私ね昨日の夜テレビの「u n b e l i v a b l e という番組を見ましたでその「u n b e l i v a b l e の番組の中でアメリカの人の物語が出てました そしてその人が、まあ、長い話短くするんですけど大変な怖い怖いところを行っていてもう犯人が彼女の家に入ってました、ね、彼女この犯人が大変なことをするんじゃないかとみんなもう警察がいっぱい来てるんですね,ね彼女が実はその5つの目的の本を持ってたんです彼女それを出して一生その人を読みましたで,しでそのことを読んだとその犯人がそう 私今バカなことをやってるんだ自分の足で家出ましたまあ私は覚えてるアメリカは結構大きなニュースだったんですねけどちょうどその前の晩全く同じ本彼女がそれを見て「ナエが一生読みませんか?」彼女断るわけではないですまあそれにとってで1年間かかった毎週会って質問やって切ったり質問したりとか完全ノンクリスタャンのバックグラウンドからの女の子ですね 彼女、とうとうイエス様を信じて洗礼を受けてそしてしばらくうちの教会に来たんですけれどもやっぱり韓国のベースのでもう良い韓国の教会に紹介できて今でも神様についているんですねけど私それを見たと時間かかるのは当然ですよだからあんまりそれ時間かかるからやらないバカですねその考え。だから5年かからら年った,ったら 今からスタートして5年後、刈り取りを見るんですね。私、本当、それをうちに日本でスピードアップすると信じますけれども。けれども、それが私たちの道だったら、やりましょう。ゆっくりでもいいよ。一人でも救われると、なんということでしょう。けど彼女が救われたのは友達と友達、家族とか、やっぱり後でその広げるんでしょう。アメンですかだから、このエンゲージから。 スタートするんですねでそのエンゲージ、まあまあ、これをエンゲージというのは私たちがディサイプルシップですけどあの、まあ、どこからスタートするという疑問があるんですねディサイプルシップの始まりはやっぱりクリスチャンになってから洗礼受けるぐらいからですねとか考えもあるしけど私の考えそうではないですねイエス様はやはり弟子作りのはこの弟子たちまだ未信者だった もうイエス様はあまり知らないトーマスお互いいいっぱいあったんだよ、ね、マたタイね税金のいろんな大変なことあったでしょうイエス様はノンクリスチャンもちろんクリスチャン誰もいなかったあの時ですねノンベリーバーが多かったそのノンベリーバーの育ってたで彼らがや,ってやはりその十字架の後で信じますとなった けどそれを見ると、やはり私たちのディサイプルシッププロセスがスタートするのは、やはりノンクリスチャンですね。伝道はディサイプルシップの一つですね。だから、あのー、皆さん多分伝道のクラスの中で勉強したと思うんですけど、マイナス10の人もいるでしょうね。もう完全神といったら分からん、ね。特に日本の中で何百万の神がいるんだとか、イエス様も一人の神だとか。 そのような感覚を持っている人もいるしね,ね。だけどその人がもう例えばそのマイナス10からマイナス9あもしかしたら本当神がいるんだ。で8がもしかしたらその神はヤエス様かもしれない。もしかしたらとかその10から0でやっと自分が救われるんですね。そのプロセスが一番時間かかりますですね。けど無視しないで。 それも弟子作りの一つですね。実はそれ一番楽しいことですよ。アメン。エンゲージ。だけどエンゲージ、次の E がその上に行きますけれど、も、土台を定められるんですね。これがもう聖書的な土台を作るんですね。これが聖書的でしょ。このあのいや人が救われると、まずですね、聖書を読むように。 聖書を読むと同時にですね、これ一番大切なのはやっぱり祈るですね。この祈るのは弟子作りの中です。めっちゃ大切です、ね。それが30分座って祈るという話してないんですよ。いつでもどこでも神様あなたと一緒にいるよ。どうしたらいいのか祈るですよ。あなた、今でも神様の声が聞こえますよ。神様あなたの中にいます。 私の中にいる聖霊様、あなたの中にいる聖霊様、おなたお方ですよ、それがあなたが聞こえますよ、祈ることを教えます。それは大事ですね。聖書、ただ読む、読む、読む、読むだけじゃなくて、読んで食べることができるように教えて、そしてクリスチャンライフを教えて、教会どれほど大切か、この仲間に一緒にいること大切のか、人を許すことは大切のか。 その主の祈りとか、それ全部理解できるように、それが定められる。これ一生かかることですけれどもね。気をつけて、これがもうただ、もうこれができたからこれ行きましょうということじゃないですね。で、この3番は、equip ですね。整えるということですね。整えるが、やはりその人が、これ聖書書いてあるエペソード4書道とか書いてあるでしょうね。to equip the saints to do the work of the ministry、ま。あ 日本,まあ、日本だけじゃなくてあの皆さん、多分勉強したことは三角ですね三角考えてくださいで三角があの昔の日本の教会が一番上牧師が立ってるんですねちょっと王様っぽいですね今でもそのような教会あるんですけど上にすごい権力持ってるでその下で神道が全部の仕事をさせる。 けど大体日本が逆です、ね。神道が上、牧師が下で全部運んでいるんですよ。ね、それが自分もそうよくやった、ね。もう私、日本人の牧師がよくそれであの燃え尽きやってるんですね。もう全部運んでるんですね。けどこれ、神様のやり方じゃない。 もう三角こう考えてる牧師がここで考えたらいいですでなぜかここでリーダーいっぱい立ってるんです、ね、そ,そしてもうみんなみんなの前に行きますけれども私が一番大事な仕事は背中です私がやってるように皆さんもやりましょう一緒にやりましょうそしてあなたがやってそのあなたの後ろにいる人たちから見るそれがどんどん増えるわけですね それがディサイプルシップの整えるということですね。equipping to do the work of the ministry。エペソンそう書いてあるんですね。使徒、預言者、伝道師、5つあるんですね。5役者、5役者。この5エキシャの仕事は何ですか書いてあるんですね。信徒を整えるために。自分をするんじゃない。整えるように。全てのクリスチャンが ミネスターでやるということが、もうそれ一番最初から、それ DNA 入れたらいいですよ。で特に牧師とかリーダー、気をつけて、私たちが、これが下手の人、多いですよ。なぜか二つの理由ですね。まあ、先ほど一つですね。一つは、自分でやらないといい牧師じゃないんだ。みんなのためにミネストリーしなくちゃ。私はみんなに運ばないといけないんだと。とという考えが多いですね。 もう一つはねこれよくあるんですアイデンティティの問題があるんですね。これやってるから自分の存在を認められてるんだ。自分のためにやってる。その人のためより自分の満足にためやってる人がリーダーが多いですよ。私よくやりました。なんという牧師だ。なんという人のために自分の命を捧げてるんだとか。いいところですけれども。 けど逆に、聖書的ではありません。ですか。だから私がもうみんなのためにミニスリーをすることは全然神様は願ってないです。私、野球大好きですね。でもうこのどうしてこれ、今の話が出てるか覚えてるのはどれほど年で皆さん分かるんですけどね。まだ裕次郎がオリックスの時代です。まだみんな生まれてないかもしれない。 でまだ大阪のオリックスで仕事してるんですね。そのちょうどその時に日本シリーズがオリックスが出ましたで。どんな試合か覚えてないんですけれども、このテレビで見てましたですね。で、その試合が9回の裏でもう本当に5体でぐらいだったんですね。そして一郎がバッティングに来きましたです、ねで。それ もうで野球が好きな人でもう本当これがステーキですねもうすごいすごいこと見えてるんだと思ったんですねで子供たちがダディを見てるとダディ今ねあなたがその試合行きたいでしょそこで座ってたら最高ですねと言ってで私それを見たとそうはねそうはねけど私答えたのはいや実は私ねゆじがあの一郎になりたい 一の役割やりたいですそこで立ってる見るだけじゃなくてそこで私バッと持ってやりたいですでそれを考えたとあ,あれがクリスチャンの考えるべきことですね私たち教会がもういっぱい人を呼んでそして数人だけでプレイをやってる見てる教会が多いです神様そう願ってない逆にもうみんなプレイをやってるのは それが神様を願っている教会です。アメンですかだから私たちみんなそのことができるように整え,整えることが必要です。で、最後がこの empower。empower という E ですね。で、この empower、どんなふうに訳するかとよく考えましたですね。まあ、力を与えるとか、いろんなそのね、英語で empower。M、は与える。 そしてパワー、もちろん力。だから私、2つの言葉を言ましたですね。力と権限。ね、英語でエンパワー、そのニュアンス、両方出てきます,です、ね。だから、1つは、リーダーの私たち、弟子、あのディサイプルシップしている子たちに、本当神様とつながっているかどうか。本当、この精霊とよくその身が出ているし、そして賜物が流れているし、 そそしてそのドゥナマスですねパワーを持てるか、まあ、私たちがいつもみんなに威厳で祈っているか本当神様いつもつながってパワーを受けているようにそれが教会とリーダーの一つの大事な仕事です。励ます、ね、ただ祈りなさいということじゃ自分がもっとそのパワーがあるようにこのプロセスができるようにそ,そうですねどうして精霊を受けたのか。 やはり全世界福音を伝えるために精霊が来られましたですね。ただ自分が予言ができるように癒しができるようにじゃなくて人が救われるように精霊様が与えられてるんですね。ですから私たちがもうみんな本当精霊受けてるかどうかだからいつもそれに力を入れてますけどもう一つこれは大事ですね。 ね、明日このポイントもっと強く話そうですね。このエンパワーのやはりこの権限を与える。これが怖いことです。I trust you. あなたがどうぞ。私がやったことあなたがやってください。もちろん私、君よりず上手にできるよ。ね。けれども、自分でやりなさい。自分ができるよ。まあ私、 昨日お話だったんですけど私25歳ここに飛行してきたんですねそしてあの札幌の教会であの働いたんですねでその開拓者が一緒に働きましたまあ長い話けどその開拓者が何かあったのでもう家族全員ハワイに戻らないといけないんですねでその時ですね日本にいるのはあこの教会リーダーができるのは私しかなかったんです だからハワイのボクシが来ててあのスコット、どうですかあなたがこの教会、監督してくれないかともちろん東京の稲垣先生が近いのでもう彼のもう指示の下でやるんですけどと言った、ね、25歳の私が言葉もできないし日本もあんまり文化わからないもちろん結婚してない。 勃開したことないけど25歳の自分が「やったー!」<laughs> と思ったんですね。もう25歳みんなアホです、ね。まあ、ごめんなさいね <laughs> あの。自分がこのようなミニスティーができるとなんと「神様ありがとう!」怖いということはあんまり考えなかったけどそのホワイトの牧師怖がってた。 川先生多分すごい怖がってたと思うんですね <laughs> のり子さんとかで私がここ来たんですね25歳考えて言葉もできないあのあの時でもう教会すごい成長したんですねもう本当その時エブリネーションそのあの手ベテルと呼んでてもうどんどん毎週ぐらい人が救われてたんですねでそこで「スコットをリードしてください」と言った まあやりましたけど、教会の成長消えたわけど、いやいやいや、あの <laughs> あの、私がやったんですけど、どうせその話やってるのは、あのやはりリーダーたちが、私みたいな人をエンパワーしたんです。あんた間違えることいっぱいあるかもしれないけど、やって、やってみ、やってごらんなさい。で今の 私がなったのはやはりそれがあったからですね。やはりここ来て日本語を勉強しないといけない。一生懸命日本語を勉強したんですね。人の話聞くことができるようにこの夫婦を助けるためにどうしたらいいのかもう,いっぱもう必死で勉強して習って失敗いっぱいありました。けれどもその2年本当大変だ 本当に大変だったけどそのおかげで私どのぐらい成長して神様それを用意してただからエンパワーがそのことなんですね。人をちょっとやってごらんなさいということですね。まあこのサイクルが私たちの教会で使っているんですね。もう一度言いますけれどもこの関係を作るためにエンゲージですね。自分の社会に入り込みます。あのそして土台を定めるですね。この きちんとやりましょうと。でもう一度、このスモーグループの大切さ。まあ、できたら明日かいつか分からないけど、このスモーグループ、どれほど大切ですね。同じようにですね、小グループ呼ぼうか、いろんな名前を考えたね。けど一番決定したのはスモーグループですね。<laughs> <laughs> はい でまあ、このスモーグループが、やはりスモーグループやはりみんなミニストリーを一緒にするんですよ。一番伝道するところになるんですね。そしてあのそのこそ、そこで整えるとか、そして力と権限を与えると、そしてもうこの最後ですけれども、あの弟子作りは神様の心ですね。イベントではないですね。Discipleship is relationship. 最後でちょっと面白いちゃんと音が出るかどうかビデオを見せたいですねちょっと待ってくださいうんうまくいったなるとどこを置いたか覚えてません <laughs> まああし見せますはい時間はあまりないけど このビデオのポイントはイベントをするかそれともこのプロセスをするかまあ見てからいろんなディスカッションしていきたいと思うんですねあのもう時間ほとんど終わってしまったごめんねはい皆さんの方から質問がありますかはいどうぞ2二つ二つあるんですけど「使徒の働き」の2章の46節 47節先生さっき話されてたあの中であの今こうまあ毎日心を一つにして「宮に集まり」ってあると思うんですけどちょっと一旦コロナの時期は置いといてその先生の教会でのその弟子リーダーが宮にみんなで集まるその宮そのあに「家々」って書いてるんですけどその宮っていうのが、まあ、多分それぞれ 仕事してる方とかいろんなカルチャーの方いると思うんですけどそこの場所というか条件みたいなものってどういうふうに弟子たちにだろう、はい、伝えてるのかっていうそれが一つで2つ目があの例の見分けのこと先生がこう弟子になっていくような人っていうのはこう威厳で祈ってるかとか。こう まあ、つまり聖霊様を先生は聖霊様をみんなにこうなんだろうシェアされてるというか先生が呼びなんかこうた祈ってるものをみんなが受け取ってたりでそれを同じことをそれぞれすると思うんですけどその聖霊様に満たされてるかどうかは先生の例でしか見分けることってできないと思うんですけど満たされてる人と、まあ、満たされてない人というかその。うん ちょっと感覚的なものだと思うんですけど、そうですね。はい。ちょっとできるだけ言葉にしてその二つ聞いていいですか、はい。はい、いい質問ですね。まああの二番目最初から言いますですね。あの見分けることができるのは一番は見ですね。その人のどのぐらい威厳が出ているとかではないですね。どのぐらいパフォーマンスが上手ということじゃなくて。 まあ2つの実を見るんですね。見た目の実あるかどうかね。本当人を愛してる忍耐があるか乳話があるかそののつあるんですね。だからそれがよく見えるんですね。だから威厳が出ないかもしれない。ね。そ,れそのような人もいるんですよ。あんまり威厳が注目すると。 私ここのの霊に満たされてていることすすすごいミスしてしまうんででね威厳一つの道具です、ね、みんな威厳で祈りなさいとパウロ言ったからだからそう言うけどメインが愛「愛喜び平安に言うとかそれあるかどうかでもう一つの「み」はやはり弟子ができてるかどうかやはりこの人の「み」自分が直接やってないかもしれないけどもしかしたらあなたがそのエンゲージを減ったかもしれない。 けれども、このエスタブ l i s h の方が人を定めて手伝うこと。そしてエンパワーすることができる、励ましができる。やはりそれ入り込んでいるか、その二つで見分けることがすごいできるんですね。昨日の話と同じですね。その基準、それが見るんですね。すごい助けられますですね。だって私、現厳で乗ってるんじゃないか。けどあんたと奥さんと仲悪いじゃんとか <laughs> 見た。見た目に満たされてるわけではないよと。 というですねで最初の質問に行きますがあの何でしたっけ <laughs> あそうミアミアね、はいはい、でこれあの、まあ、いろんな方法でこれが解釈できるんですけれどもけどここでこの最初の教会の文化づくりですね弟子づくり文化ここで。 神様がペトロたちを通して作りましたですね。で、見ると一番この言葉を叫んでいるのは、関係です。一生です。食事にもしてるし、見やめ一生いてるし、また私たち日々家もあって、一生ですと叫んでいるんですね。だから、それぞれの文化、それぞれ違うんですね。やはりエルサレムだから。 ユダヤ人文化ねエルスで見たことある方が分かるその宮は誰でも近くだったんですねでそこ行って祈りするんですね毎日集まってるおかしくないけどやはりどんどんサマリアとかアンティオークとか宮に行くわけではないですねけど一緒に集まるのは大切であるということですねだからそれ一つやっぱり家に一緒に集まっているのはあのやはりこの 雰囲気があるんです、ね、まあそれも文化のことですけれどもあのまあ東京から離れるとちょっと違うんですけど都会の方ですね人が家に呼ぶのはあんまりないんですよあのあの札幌に住んだ時よく人いつも家に行ったりとかよくありましたけれどもねけど東京に行ったらほとんど人が家に行かないんですねでそれ文化ですねけれどもあの まあ家に寄って読んだ人もいたんですけどけどスターバックス、まあ、あの時スターバックスまだなかったけどあのもうコーヒーショップに行ったりレストランに行ったり公園に行ったり一緒に集まりましょう一緒に交わりましょう一緒にハイアウトしましょうということですねそのように取ったらいいですねだからあのもう解釈ができるねだから毎日公開行くべきだという先生もいるんですけれどもそして家庭集会家の中でやらないといけないんだという もう言葉通りにやったらそうですけれどもけどここをやはり皆さん聖書の解釈をするですねこの勉強してるでしょうルマノデクスで,でその中でやはりこの弟子たちに聖霊様何を見せてるのかと、ね、見せてくださってるのをやっぱり一緒にやりましょうだからある面でスモーグループのことを見せてくださってると思います 答えになるかどうかわからないけど、はい。他にいますか。はい、いいですよ。はい、good questions。あ、あとあのそのこうまずさっき先生リレーションシップの話が最初にあるじゃないですか。でイエス様の 神様との関係性でて、まあ、友達にまずなるって言われたと思うんですけどそのイエス様の友になるっていうことが僕たちすごく大切だと思うんですけどイエス様が友と呼んでくれて友の基準っていうのはままた明日お願いします大丈夫です後であででも大丈夫だ大丈丈夫夫すかあなんか 友になるっていう基準ってイエス様の基準だと思っていてイエス様の基準って惨上の推訓だったりつまりまあ立法を守るというかイエス様の言い伝え守れますよね友達ならって言ってたじゃないですか先生はその中でそれができる人って弟子訓練をしっかりとできるって いうふうに僕は思ってるんですけど、それを先生まあ、それを何だろ押し付けたら難しいとも思っていて、その辺って先生どの辺までこう何だろう妥協していくというか、その友達になっていくっていうところのこの基準、イエス様の基準と現場の基準ってどの程度までこう柔らかくしてあげてるんですか。うん、それすごい実際的なクエスチョンですね。で、まあこれを答えて終わりにしましょうね。 あのイエス様が、まあ、例えば末いすごい罪人の友達まあ自分がそう言ったんですな「I am a friend of sinners 罪人の友達」と言っただからそれがイエス様の基準である面でそれが私たちの基準ですね,ねそれが皆さん「アメン」というですねノンクリスチャンとかどんなに悪い人でも私たちその人の友達になりますけど実際考えると あの目標があるんですねその人友達になってなってるのはもちろん愛してるでけどはっきり言うとですねその友達になってるその一番あとはやはりこの人がクリスチャンになってほしいからだから友達になってるんですねある面で考えるとちょっとセールスみたい悪いですという考えるね けど皆さんその感覚を捨てて欲しいですね。やはり友達クリスチャンになるのは何よりも大事なことないですよこのフレンシップが一番これができるとその人クリスチャンにならなかったらもちろんずっと友達にしますけどもけど私があなたの友達になるその間にあなたクリスチャンになるように私もう惜しみなくそれ続けていきますと。 それが実際的なエネルギーとかタイムとかねあのあるんですねだからもうこの人全然クリスト教興味ないだからもうこれがあんた無視しますじゃないんですよ何かちょっとつながり続けたらいいですよけどいっぱいそわれてもう石に水かけてるんですねけど祈りの中でその石がいつか柔らかくなるけどこの関係ずっと持つのは大切ですこの証で終わりにします ちょうどクリスマス、今年のクリスマス、私が40年前ですね、埼玉県で開拓を手伝って、新しい教会を作る、手伝いましたですね、新宿シャロンの時代。でその家であの集会あった、埼玉のお医者さんの家ですね、奥さん、クリスチャンだったんです。旦那さん、全然興味ない。優しい人、友達になった、よく食事したりとか。 奥さんと一緒でやったら必ずカレーが来るんです、ね、時々連絡したらですねまあ40年前ですね全然カレークリスト教興味ないけど奥さん熱心で毎日カレーのために乗ってましたそしてもうとうとう彼女がもう横浜の教会に来たんですねもう56年前ご病気になってたんですね私と同じ年齢ですけれども そしてその旦那さんが年2回ぐらいですね必ずクリスマスの切ってもう1回とかでその後でカレー食べに行ったんですねあの伊佐崎町おいしいのカレーパンがあるのでそれ食べに行くのでねでその関係ずっと続けてたんですねそして奥さんがあのコロナ20とにかくコロナのちょっと前に亡くなれたんですねがんでで彼私お葬式しに行ったんですねで彼にもう,すごいもう一度 奥さんの話どうしての奥さんの進化彼も奥さん大好きだったんですね,ね奥さん持ってた本全部私くれたとか、ね、それいつも電話で話して「どうですか元気ですか?」ね、彼リタイアして彼も神奈川県に飛行してきたんですねそれクリスマス切ったんですねもう半分そのカレーパンを食べると、ね、奥さんの記念ですねでそこで座って、ね、彼の方が涙を持ちながら彼が言ったんですね 私ね、奥さんのところ行きたいです。天国行きたいです。けど私、無心論者です。どうしたらいいですかとでそれで、やはりあのいつもその場合だと私、トムスの話をするんですね。トムスが私、その堤の中にある傷を見ないと信じませんと。で、ス様、彼の前で見てイエス様から信じるようにしてくれたんでしょう。それ祈りましょう。 あなたは信じられないということだけど信じられるんですよ神様信仰を与えますよでそれ一緒に祈ってで彼がぶわ泣き始まってでイエス様信じますとで救われたんですねけどまあどうしてこの話やってるのは40年間その関係発信持ってました毎日取ったわけないよけどもその人あスコットは友達ナオミも友達奥さんの知り合い その関係だから問題があった時彼がフシュッその橋が飛んでいきましただから友達になるのはいっぱい橋を作るという短い答えと言ったけど長くなりました終わりします、はい。